皆さんこんにちは。このチャンネルはエプソンでプロジェクターを専門的に扱っている社員がプロジェクターに関するさまざまな情報を発信していくチャンネルです。よろしくお願いします。プロジェクターは安い商品ではありませんので、せっかく買うならご自身の用途や環境に合った製品を選びたいですよね。しかしプロジェクターに限らず、いろいろリサーチして商品を購入しても思っていたより使い勝手が良くなかったり、ご自身の環境に合わなかったり、購入後に後悔した経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は購入後に後悔しないためのプロジェクターのレンタルサービスについて解説します。プロジェクターのレンタルサービスを利用すると、購入前に自宅でプロジェクターを使ってみることができるため、購入後に後悔する心配がなくなります。レンタルサービスは我々エプソン販売を含め複数の企業で実施しています。今回はエプソンのレンタルサービスを前提にお話しします。プロジェクターのレンタルサービスは、自宅に設置できるか試してみたい、簡単に設置できるか試してみたい、製品を見てみたいけど近くに取り扱っている店舗がない、こういった方におすすめのサービスです。エプソンのレンタルサービスのご利用方法は、レンタルサービスのホームページからご希望の製品を選択し、必要項目を入力するだけです。レンタル期間は5日間で、延長は承っておりません。レンタル製品を後日購入いただいた方には、クオカードのプレゼントを実施しています。現在、レンタル可能な機種はご覧の通りです。最後に、2022年12月の時点でレンタル可能な製品の特徴とレンタル料金をご紹介します。はじめに EHTW6250 です。こちらの特徴は Android TV 搭載で動画配信サービスなどを簡単に楽しめる、 4K コンテンツを高精細で楽しめる、レンズシフト範囲が広く柔軟な設置性、台形補正も簡単なことです。動画配信サービスなどを簡単に楽しみたい方、4K コンテンツを楽しみたい方、棚に常設する方などにおすすめです。レンタル料金は3000円です。次に EHTW7100 です。こちらの特徴は 3D コンテンツを楽しめる、4K コンテンツを高精細で楽しめる、レンズシフト範囲が広く柔軟な設置性、台形補正も簡単、 10W スピーカーを2つ搭載していることです。 3D コンテンツを楽しみたい方、 4K コンテンツを楽しみたい方、棚に常設する場合におすすめです。レンタル料金は5000円です。次に EF11 です。こちらの特徴は小型で目立たず持ち運びやすい、スクリーンミラーリング対応、動作音が静かなことです。小型の製品が欲しい方におすすめです。レンタル料金は3000円です。最後に EF12 です。こちらの特徴は Android TVヤマハ製スピーカー搭載で動画配信サービスなどこれ1台で楽しめる、画面の歪みやフォーカスを自動調整、天井に投射できる、動作音が静かなことです。動画配信サービスなどをこれ1台で楽しみたい方におすすめです。レンタル料金は3000円です。今回はプロジェクターのレンタルサービスについて解説しました。概要欄にエプソンレンタルサービスの URL を記載していますので、製品を試してみたい方はぜひご検討ください。なお、ご希望の機種がエプソンのレンタルサービスにない場合や、結婚式などのイベントで一時的に使用したい場合は、外部のレンタルサービスをご検討ください。詳細は概要欄の同じ URL からチェックしてみてください。今後もエプソンの製品情報や
プロジェクターに関するさまざまな情報を発信していきますので、このチャンネルを参考に素敵なプロジェクターライフをお過ごしください。